本当ね、30年前に吉田に詩書いてって言ってそれっきりになってたんで、吉田さんありがとうございます。本当にないです。まさとがオリジナルでつけてた詩を思い出しちゃった。絶対歌わないよそうだね、今日は収録なしに絶対歌わないでくれ。じゃあその夢が叶った曲、まあ、あのライブバージョンもすごくいいんで、あのこれで気に入ったらぜひ YouTube にも行ってみてください。よろしくお願いします。はい、いきます。はい、はい、ワン、ツー、スリー。詩もね、本当良くて、まあ、こんな時代だからこそ、こんな世の中だからこそ、
あの一夢ご一緒しませんかって、その一瞬でもね、なんかそういう世界で、もうイマジネーションの世界で、やっぱり人の気持ちっていうのはやっぱり晴れるしね、あのちょっと現実で追い詰められてても、この曲のように、この詩のようにね、あの一夢一緒に見れたらいいなと思ってます。聴いてください。